はい。じゃあ、生徒の頼まれた合体の釣り合いの解説をします。じゃあね、えー、ちょっと問題読んでみてください。えー、と、まず、アーの説明しますね。アーの説明を先に。えー、長さがこれ L ね。長さ L。質量がララージージ M, m で、こっから、えっ、ー、と、9を吊るす。これ、スモール M ね。質量。で、ここの重心。だから、2分の L、2分の L のところに P1。これ、ロープをこう貼って、これ、シータ θ。各 θ ね。はい。じゃあ、いきます。えっ、ー、と、まず、アーは、この端から、ここっからか。 この端から P2 までの距離とこれはいきますよじゃ別紙でいきますちょっと図が今こんな感じですねえっ、ー、と Q があってこれ張力ね張力 TCTC TC っていうのは張力っていうのは上向きもあればここから下向きの張力もあるんだけどこれ上向きの張力ねで下向きこれ MG ですねということは TC=MG イコール M G の等式成り立っているとつ目ねでまずあまずこれが言えたとで今度 P2 を中心としてで長さはこれね X2 と置きましょう p2 から c までの距離 x2 ね。そしたら、p2 の周りの、だから p2 を中心とする、その周りのモーメントの釣り合い式を考えると、まず、こっからここまでの距離、これ下向き mg だから、この距離は2分の 1l-x2 ですね。2分の 1l-x2 ね。かける下向き mg ね。じゃあ、今からモーメントの釣り合い式は、p2 の周りのモ,モーメントの釣り合い式は M G、mg×2 分の 1l-x2 ね。 下向き、ね、で度こ度上向きの方は TCTC、えー、TC っていうのはこうなんだけどベクトルだからこう持ってきても同じですよねこの長さをこっからこう持ってきても一緒 t c かける x 2距離は X2 ねその等式成り立ってるはずじゃあ1番と2番でこの TC つまり MG をここに持ってくれば、えー、とあと式の変形で X2 イコール2カッコージ m たスモール MN2 カッコラージ m たスモール m 分のラージかけるねこれが R の回答です。はい、で続いて、じゃあ後半分、ちょっといいですかね。じゃあ、解説しますよ。今度、これ、棒1。棒1だから、棒1で考えればいい。棒1だから、変に棒2は考えなくていい、棒1が受ける、えー、と重力の重さは、もう MG でいいですね。下向き MG ね。で、今度、向きが、えー、と摩擦力はどう働くかどう見てもですよ。 この棒1が、ここにも、りがあるんだから、こうなりますよね、普通に考えたら。ということは、こうならないように、こっちから摩擦で行かないで、行かないでの摩擦が下向きに働くはずですよね。ということは、延直下向き、だから答えは B ね、に摩擦力は作用するよって。この B ね。いいですかここまで、じゃあ、あい,いうは終わりました。で、次、後半部分ね、ちょっと読んでみてください。はい。端の B では、端の B では、端の B ってここね。 えこっちの方がいいか。端の B では、端の B では、今度は、下向きにこの large mg と small mg。端の B では大きさは large mg プラス small mg。これはま、まとめて、括弧 large m たす mall m、括弧閉じて g。これが A の回答ね。で、それって実は tb と、えっ、ー、と tb。tb っていうのは、上向きもあれば、後々これ下向きも使うんだけども、これとこれの力の釣り合いはこれしかないですよね。tb しかね。 上向きの TB ね。下向きの TB もあるんですよ。張力ってね。こっちからこっちの張力とこっちからこっちの下向きの張力もあるけど、これは上向きの張力使うと。じゃあ、端 B では大きさは LargeMG プラス SmallMG つまり TB ね。の糸の張力が作用するよと。じゃあ、これ A の回答ね。で、今度こっち。これが分かるかな。えっ、ー、とね。えー、これね。垂直効力 N ね。効力 N。で、下向きに、えー、と摩擦の F。で、これ T ね。 このロープね。ロープの力。で、下向きにラージ、M、g e mg。こう、こう中心ね。重心ね。で、下向きに tb。さっき、さっきは tb は上向きに使ったけど、今度は下向きに tb ね。重力下向きに tb と。はい。じゃあ行きましょう。棒1が受ける力の水平成分の釣り合い式は、えー、っと、ここがシー,ターって言ってるんだから、t、この n イコール、こっち向きの t サインシー,ターサインシーターって言ったら、 えとこれ分のこれだからこれ分のこれに t かけたらこれが出ますよねだから t sinθ=n が成り立ってるとで今度延直成分こっち側ね延直成分の釣り合い式はこ下,下 Mg ねで下 Tb さっきは上向き Tb 使ったんだけど今度は Tb ねあの下向きね下向きの Tb とでこの F ねこの3つが下向きとで上向きがこの t cosθ って分かります上向きってこれと一緒ですよね でシーターここだったらこれシーターだからえっ、ー、とコサインこれ分のこれこれ分のこれでこの上向きの力が t コサインシーターですね t c o s ーねはいあとじゃあ棒1この棒1が受ける力あの端 aa を中心とする a の周りのモーメントの釣り合い式はじゃあ a の力はいらないのでこことここだけ考えるといきますよえー、これここは上向きがありますね距離は1 2分の 1L でしょ 1> 1 2分の1 l かけこれつまり2分の1 l かける t シーターねちょっと書き方おかしいか2分の1 l かける t コサイシーターが上向きねで今度下向きが m g かけるこれ2分の 1L ですね距離ね m g かける2分の 1L たす t b かけるこれ l t b かける l この力のモーメ,あのモーメントの釣り合い式ができると上向きがこれね上向,き上向きがこれね下向きがこの2つこれと2つ で A, を A の周りだからこの力考えなくていいとはいじゃあこれで今456が出ましたとでえっ、ー、とこの6番をちょっときれいにするとこの6番をきれいにするとこうなりますここまでね6ダッシュじゃあ以上の356からまず3番の3番のえっ、ー、とね356のこれは6番5番使ったか5番を F イコールにするとこうなりますよね で、t コサインシーターっていうのはこれです。これですよね。t コサインシーターっていうのは。あの、これ5番ね。あ、えっ、ー、と、5番かな。えっ、ー、とね、t c o ー θ だから、5番。えっ、ー、と、あれ ?356 ダッシュだから、あ、じゃ6、6ダッシュ使ったんか。6ダッシュの tcosθ イクルこれ使ったんか。これがこれね。で、これそのまま書いたと。ただ、まあ、これ計算したら、ね、tb になります。tb に。 これ MG が消えて TB が残って TB。で TB っていうのはそもそもこれだったですね3番から。括弧コ LargeM た SmallM の G ね。これがカーの回答です。じゃああとは、えー、と5番と7番5番5番のこの式ね。あとは式の変形だけだけどこの5番と今の7番使って Tcosθ イコールいきますよ。Tcosθ イコール、えー、MG たす TB たす F ね。 で、今 tb が、えっ、ー、と、tb が f か。tb が f。あ、tb が f いいんかいな。tb が f。えっ、ー、と、tb が f ってどれやったっけえっ、ー、とね。あれ ?tb。f どこやったっけえっ、ー、と、あれ ?tb が f って何やったっけ ?f イコール tb。あれちょっと待ってよ。f イコール tb。f イコール tb やったっけ あ、いいか、ここにあった、ここにあった、ごめんなさい。ここにあった。上の方を探した。f イコール tb ね。じゃあ、これ tb、ね。えっ、ー、と、これが f ね。はい。じゃあ、これで、えっ、ー、と、今 tcosθ イ,イコールこうなったと。で、この f がそもそも、えー、これだったやつね。m プラス m の g ね。f が、これね。f イコールこれね。じゃあ、あとはもう式の変形です。じゃあ、これで、えっ、ー、と、まとめると、カッコ 2m、2smlm たす3ラージ g e mg なると。 で、えー、じゃ両辺をコサインシータで割ってください。じゃ回解答は t イコールコサインシータ分の 2small m たす 3large m の g と。これが8番ね。これがキ。キ。で、今度、ク。あ、あとオがやってないか。えっ、ー、と、かー、キーやってオがやってない。じゃあ4番、8番。4番、8番使って、4番、えっ、ー、と、円直成分、あ、わか4番と8番。 4番と8番ね。これね。使ってください。いきますよ。えっ、ー、と、n イコール t サインシータだとこれ4番ね。四番っこっちが4番。これが4番か。これが4番ね。これ4番ね。じゃあ、n イコール t サインシータが4番。で、t サインシータの t の部分は、今の、えー、木の回答を使いますよ。木の回答ね。木の回答、これを使うと、こうね。そしたら、まとめたら、コサイン分のサインがタンジェントだから、かっこ 2small m た 3lgm の g。 かけるタタシーターこれは O の回答だこれは9番にするならば、最後、棒の位置が壁に対して滑らない条件は、っていうことは、F が μn よりもちっちゃければいいんですね。静止摩擦係数に垂直効力かけたやつよりも F がちっちゃければいいと。そうですね。これがちっちゃければいいと。いいかな。そしたら、えー、と7番、9番使ってください。7番、9番。 Q っていうのはこの n イコールね。で、7番は f イコールと。じゃあ、それを代入してください。f、えっ、ー、と、これが n ね。μn、μ は変わらずに n はこれ,これ、ここね。じゃあ、これで、えっ、ー、と、これをタンジェントシータイコールに書いたら、タンンジェントシータ θ 代なり、μ かっこ2、small m、たす3、large m 分の small m、たす large m が解答です。これが空の解答です。いいかな最後の空の解答。えっ、ー、と、 最後の空は、えー、と聞かれてるのがあの棒位置が壁に対して滑らかあ滑らないための条件は当然 F の方が小さくなればいいと。いい、はい、じゃそこまででいいかな。はい以上です。